タイムレスミュージックをご覧いただきましてありがとうございます。久保木ひろとです。このチャンネルは新旧問わず上質なポップスロックを皆様と共有することを目的に活動しております。というわけで今回がリニューアル第1回なんですけれども、景気よくチャンネルスタートさせたいので、もう皆さんが一番見てくれる聞いてくれる浜田翔吾さんのアルバムを取り上げたいなと思います。以前浜田翔吾さんの全アルバムについて語るっていうシリーズをやっていて、今回この動画にたどり着いてくれた方でまだ見たことない方はぜひそちらもプレイリストから見ていただければと思うんですが、浜田翔吾さんの作品の中じゃ超名盤ですね。J-Boy というアルバム、1986年に発売されて浜田翔吾さん通算10枚目のアルバムだった作品ですけれども、それまで同様青春映画のワンシーンを描いたような曲から社会問題に切り込んだ曲まで、すごくバラエティ豊かなアルバムなんですけれども、ほとんどテレビに出演しないソングライターのアルバムがオリコンチャートで1位を取るという、当時としては異例の快挙を成し遂げた傑作アルバムですけれども、先日浜田翔吾さんのディスコグラフィーが全部再発されましたけれども、全て最新のリマスターが施されるのかと思いきや、1999年に一斉にリミックスリマスターされたホームバウンドからたがために金はなるまでのアルバムと、あとは1993年のその永遠の1秒に以降のアルバムと、あと企画版であるクラブサーフ&スノーバウンドとか、その辺はもう一切音に手加えられず古い音源のまんま再発されたわけですね。特にこの J-Boy っていうアルバムは1999年に再発される時に思い切り音に手が加えられたんですね。発売当時の音源にさらにオーバーダビングを重ねたりとか、ほぼリアレンジっていうぐらいに大胆なリミックスが施されたんですけれども、これがかなり賛否両論で、確かに今風の音にはなったんだけれども、当時の86年の録音で聴いてる人たちからすると音じゃないっていう不満があったりとか、その時代の流行りもあってか99年版の J-Boy は結構パキッとした音になってるんですよね。アナログ的な温かみは一切排除されたようなマスタリングになってて、ここに不満がある方も結構いるみたいです。そんな中で J-Boy 発売から30年っていうことで、2016年に発売された特別版があるんですよね。自分はこの初回限定版を持ってまして、自分の音楽系のお宝の一つなんですけれども、それがこちらなんですよ。J-Boy 30th Anniversary Box っていう、もう外箱からちゃんと残してあるんですけれども、これには1999年に発売されたバージョンのさらにリマスターを施した CD と、あと当時のツアーの映像を収録した DVD とかが収録されていて、でこの初回限定版の方は、当時のバージョン1986年バージョンの J-Boy のリマスターを施した音源をプレスしたレコードが入ってるんですね。中身こんな感じでかなり豪華なボックスなんですよ。で結構な重量があって、ちょっと見にくいですけど J-Boy トレジャーって言って、当時のチケットとか譜面のレプリカとかが入ってたり、あとこんなライナーノーツも入ってるんですけれども、もう今の翔吾さんのバンドでキーボードを弾いてる福田康彦さんがライナーノーツを書いていて、全曲解説も載ってるんですよ。ぜひ気になる方は入手して見ていただければなと思います。でこれは通常版としても発売されてるんですけれども、リマスターを施した CD とライブ DVD のセットですね。でこっちの1999年版の J-Boy のリマスターも99年版の CD よりもアナログライクな音になってるんですよ。ビートルズのアルバムが2009年に全部リマスターされましたけど、その音が結構アナログライクだったことがきっかけなのか、近年のリマスター再発されるアルバムとか結構アナログに寄せた音になってんですよ。なのでアレンジは86年当時のものではないですけれども、こっちのリマスター版聴けば99年版否定派の皆さんもちょっと納得するんじゃないかなと思います。あと当時のプロモーション用だった J-Boy の EP もレプリカとして収録されていて、これもちょっと面白いですよね。そしてこんな写真集も入ってます。そんな豪華なボックスですけれども、やっぱり目玉はこれですよね。レコード版の J-Boy、 これは86年当時の音源のリマスター版で収録されてます。もうこれすごく音いいんですよ。当時のレコードを中古で手に入れるっていう手もありますけれども、当時のものだと状態が悪いものとか、ノイズが結構入ってるものとかもあるので、リマスターされたこの版を買えば安心安全で86年版の J-Boy が楽しめます。
もうレンタルショップとか行くと86年版のリマスター前の CD とかがレンタルされてること多いですけれども、あれかなり音悪いんですよね。まあ、当時日本ではレコードで発売された作品を CD 用にリマスターするっていう文化がまだなかったようで、レコードと CD の規格の違いがあまり重視されてなかった頃なので音が悪いんですよね。やっぱりレコードって所有欲を満たしてくれますからね。俺は音楽を持ってるぜっていう。自分が持ってるお宝の一つを今回は紹介させていただきました。今当時に比べて値段下がってるので、これ当時2万5千円ぐらいしたんですけど、まあ、今 Amazon とかだと2万切ってたりもするみたいなんで、ぜひご興味ある方でちょっとお金に余裕がある方は買ってほしいなと思います。全アルバムが再発されたタイミングなので、まあ、最後にどのバージョンで J-BOY 聴けばいいかっていうお話をしたいと思うんですけど、 J-BOY 現状ざっくりと3種類あるっていう感じですかね。1986年と1999年版、ここでミックスがもうガラッと変わっていて、作品の雰囲気も全然違うんですけれども、でさらにこの1999年版をリマスターした2016年版っていう感じで、まあ、やっぱり86年版の方は当時の音をすごく多用してるんですね。いわゆるシーケンスの音とか、まあ、デジタル系の音ですね、ちょっと古臭いシモンズの音とかも入ってたりして、まあ、1986年当時を感じられる音源は間違いなく86年版なんですけれども、99年版が悪いかというと、迫力があるのは99年版ですね。86年版じゃボーカルにすごくリバーブ深くかけられてたりするんですけど、そのリバーブが取り払われてたりとか、あと低音が99年版の方が効いてたりするんで、まあ、一番 CD で手に入りやすいのはこれですね。で、2016年版は先ほど言った通り、99年版をアナログライクにした音っていう感じなんで、すごくまろやかな音で99年版を楽しめます。ちなみにサブスクで配信されてるのは99年版です。なのでサブスク中心で音楽を聴かれる方は99年版を最初に聴いて、で気に入ったらぜひ86年のオリジナル版を、まあ、音の悪い CD か、あるいは音のいいレコードかで聴いていただくっていうのが、まあ、J-BOY の楽しみ方かなと思います。それだけする価値のある作品だと思うんですよ。もうあまりこう取り上げられないですけれども、日本語ロックの超ド級の名盤の一つですから、ぜひ興味を持たれた方は聞いていただければなと思います。タイムレスミュージック第1回、浜田翔吾さんの J-BOY について語らせていただきました。今回は音質とかに関してのお話だったので、楽曲に関する解説をした動画のリンクを概要欄の方に貼っておくので、ぜひそちらから見ていただければなと思います。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。泣きたくなるよ、こんな下手くそな奴に拾われ